畜生、よせ。思い知るんだな、謀反人。下がれ、お前には関係ない。何事だ。あの人たちが収穫を全部差し出せって突っぱねたら、家畜を殺して畑に塩をまいたばかりか、私たちを見ての通りよ。こんなありさまじゃお礼のしようもないわ。ごめんなさい。礼は後でいいから、一つ頼まれてくれないか。なんだね。この近くに俺が住む小さな村がある。土地も肥えている。だけど野菜や麦やトウモロコシを育ててくれる人がいないんだ。農園を再建し、作物を売ってくれ。その話は本当なの？もちろん行かせてもらうわ。ありがとう。ちょうどいいところに。妻が帰らない。今朝いろいろ集めてくるって家を出たきりなんだ。心配だよ。怪我してるんじゃ。探してこよう。うちの犬は鼻が利くから役立つかも。原くい、リューデンスは月味噌を摘むのが日課なんだ。あの草から取れる油に夢中なんだ。今回もそうに違いない。どうしてそんなにあれが欲しいのか、俺にはさっぱりだ。ここで積んでたんだ。近くにいるはずだ。分かれてくまなく探すとしよう。コナー、ありがとう。あなたが来てくれなかったらどうなってたことか。月見草が咲いているのを見つけたら、クマが現れて。何のために月見草を集めよう。そのウォーレンと私は前から赤ちゃんが欲しいと思ってたの。赤ちゃんができないときは月見草がいいって聞いて、それで。ごめんなさい。こいプリューデンス、大丈夫かい。プリューデンス、コナーのおかげでこの通り。ありがとう。いつもいつも。
いや、コナー。どうも。困りごとでも？いや、大したことじゃないんだ。それならいいが、俺が力になれることがあるならどうか遠慮なく言ってくれ。そうね、コナーには少し知られてるし、前も言ったけど子供が欲しいの。でも私たちどうしても赤ちゃんに恵まれなくて諦め気味なの。そればかりはどうにもならないさ。その時が来れば自然と授かると思うけど。そうだといいな。でも今だって十分に幸せさ。報告するんだろ。ほら、おめでとうなの。それはよかった。待望の赤ん坊だよ。だけどちょっとした問題があるんだ。医者がいないんだよ。そういえばそうだな。来てくれそうな人の心当たりならある。ドクターホワイトって言ってね。しばらく会ってないけどボストンにいるはずだから訪ねてみてくれないか。ドクターホワイト。ドクターならそこらで酔いつぶれてるよ。話せたら伝えておいてくれ。俺は辞めたって。とてもじゃないが付き合いきれない。もううんざりだ。豊作に喜ぶ農家も在庫を抱えてお困りの商店も。ならしやめてくれ。新聞に書いてあることならドクターホワイト。ああ。俺はコナーだ。で、私に何の用かね。君もわざわざ私をなじりに来たのかね。新聞を読んで。村に来てほしい。人違いじゃないのかね。私はイギリス軍から目の敵にされてるいわくつきの医者だぞ。死神だと？ん？あなたのことはウォーレンとプリューデンスから聞いた。そのプリューデンスに赤ん坊が生まれそうなんだ。プリューデンスが妊娠？ずっと子供に恵まれなかったのに。そういうことならボストンにいる理由はないかもしれんな。ああ、どうしたんだい？家畜を集めたいんだけど、ウォーレンはボストンに野菜を売りに行っちゃって。くだらないことで本当にごめんなさい。頑張ってはみたんだけど、このお腹じゃうまくいかなくって。いいとも、任せてくれ。ほら、ほら、こっちだ。こっちじゃない。
すばしっこいな。ああ、こいつはなかなか大変だ。お疲れ様コナン、おかげで助かったわ。どういたしまして、経過は？順調よ、私すごく嬉しいの。だってずっと待ってたことなんですもん。それにここも赤ちゃんを育てるのにこれ以上はない環境だし。おい、大丈夫か？一体どうしたって言うんだ？ああ、よかった。生まれそうなの。ドクターホワイトのところへ。ダメ。動けないの。連れてきて。私の馬で。早く。ドクター、すぐに来てくれ。どうした？プリューデンスが森で産気づいた。森で？なんでそんなとこに出かけたんだ？知るもんか。ウォーレンのとこへ。今か？ああ、ウォーレン、いるか？こっちだ。どうした？プリューデンスか？プリューデンスの様子は？苦しんでた。自力では動けないほどだ。そうか。出血は？なかったと思う。ならまだ猶予はある。けど急がないと。私は我慢できそう。妻は大丈夫ですか？これはいいか。様子からしてここで出産するしかなさそうだ。この子だ。健康状態も良さそうだな。呼吸もしっかりしている。さて、急かしたくはないが、彼女と子供を。はて、この子の名は？ハンター。ドクターは俺たちのこの土地をどう思う？美しい場所だ。君には感謝している。もっとも町の連中は未だに私を妥活のごとく嫌っている。それを悩んでいたんだが、先日こんなものが届いた。君と出会う前、
イギリス軍に愛国派やその支持者を見ないよう言われたんだ。拒否すると奴らは私を中傷し始めた。これを読むと私の評判は地に落ちたままらしい。このままだとここにもいられなくなるかもしれん。それは困る。よし、ドクターの名誉を回復させてこよう。それならまずはこれを持ってきた男のとこへ行ってみてくれ。ボストンにいるはずだ。ドクター・ホワイトの名誉を回復させたい。そのためには中傷をやめさせる必要がある。彼を貶めるビラを撒いてるのは誰なんだ？そういうことなら協力するよ。俺も先生には恩があるんだ。あのビラを撒いてるのはボストンの新聞売りたちさ。もらっとくよ。今日の新聞だよ。1ペニーで世界がわかる。ホワイトにかかったらあの世行き間違いなしだ。ありがとうよ。まあちょっと足りない気もするけど。ありがたくもらっとくよ。君がホワイトにかかっちゃダメだ。死神ホワイトにかかっちゃダメだ。東北で埋まり、さらに害虫も発生しており大変危険である。少ないがありがたくもらっとくよ。そもそもこのビラを吸ってるのは誰なんだ？実はね、ある人にこのビラを撒いてこいって言われたんだよ。金をもらえるうちは言われた通りにするだけさ。ご希望の方は3番歩道へおいでください。からのお知らせ。かの冒頭弾の逮捕につながる有力情報には金貨1枚が渡されるとのこと。な、患者が多すぎて全員を見切れないほどだ。手伝ってくれ。君でも誰でもいい。それなら誰か探してこよう。ダイアナ、手を借りたい。来てくれないか？いいわよ。どうしたの？ドクターが大忙しで手伝いを欲しがってる。そんなの無理よ。心配することはないさ。前にも人の手当や看病を。ダイアナ、ありがたい。君の噂は聞いてるよ。この若者を見てくれ。コナーは表にいる二人を頼む。すんません、手間をかけさせて。オンニキウス。
すんません船長。おかげで少し楽になりましたよ。破片が肩に刺さりやがったんですよ。まったく、ついてねえや。ロープのせいで皮がむけちまって、まったく面目ねえ。お疲れ様。それにしてもダイアナ、君には驚かされたな。お世辞でも嬉しいわ、お医者さんに褒められるなんて。いやいや、君は勘がいいし、人を癒す天賦の才があるようだ。君さえよければ、忙しい時以外もぜひ手伝ってほしいものだ。キャサリンも週に 2,3 日なら手伝えるかも。そうなら私としてはなおありがたい。にゃあ、コナー。いや、ドクター。ダイアナ。こんにちは。このところ、目が回るほど忙しかったものでね。ダイアナと治療器具や診療所の点検をしていたんだ。じゃあ、状況は良くなってるのか？ボストンにいた時よりはね。忙しくなり始めた当初は、助手がいなくて困ったが、今はダイアナがいる。前の助手よりずっと優秀だよ。ダイアナも楽しそうだな。私がお医者の手伝いなんてって思ったけど、結構合ってるみたい。あなたがコーナーね。会いたいってずっと思ってたのよ。私はキャサリン、こっちはダイアナ。東辺木の木こりたちの女房よ。はじめまして。あなたのことはいろいろと聞いてるけど、こうして実際に会えて嬉しいわ。それはこっちもだ。ちょうど今、ここはなんていいところなのかしらねって話してたの。ここより上流には誰もいないし、ゴドフリーから手紙が届いた時は正直ちょっと心配していたんだけれど、今じゃ越してきて本当に良かったと思ってるのよ。ここに来る前はね、シャンプレインの北にある荒れ果てた土地に住んでいたの。ひどい場所よ。丘に登ったり海に入ったりできて、ここは最高だわ。ご主人に振り回されてるんだ。あら、可愛いものよ。亭主たちは自分がご主人様だって思ってるけど、手綱はこっちが握ってるもの。どうもそのようだ。誰も怪我しない日なんて一日としてないの。手間のかかる人たちはほっといてゆっくりしたいわ。わかるわ。マリアもあちこち走り回って落ち着かないの。昨日なんてノリスの行動で膝に大きな擦り傷を作って、まったく女の子だってのにね。てんてこまいの忙しさのようだな。本当そうなの。ドクターホワイトがいて本当によかったわ。
連れてきてくれたあなたにお礼を言わなくちゃ。君たちがいたからさ、俺は声をかけただけだ。うまいよお前。コナーどうしたんだね。はあ、近くを通りかかったんで二人はどうしてるかなと思ったんだ。そりゃありがたい。見ての通り元気にやっとるよ。村の人たち以外にも船が寄港すると船乗りたちが来てるし、旅の人たちだっているから部屋はいつだって満室で、私たちの商売は今や大繁盛よ。何もかも順調のようで安心したよ。おかげさまでね。引っ越してきた当初から不安がなかったって言ったら嘘になるけど、全ては神のおぼし召しだったんだな。あーね、いつか現れるさドクター、あんたの人生を明るくしてくれる運命の人が。いいかい、覚えておきなよ俺が言ったこと。こういうことには俺は勘が働くんだ。だといいんだな。おおコナー、これでヤマメサンバガラスが揃ったぞ。さて愛情を取るかそれとも酒を取るかよし酒だ大丈夫、あんたなら引く手あまたさドクター。だから言ってるだろ、医者はモテるんだって。それよりもお先真っ暗なのは俺ら大工だぜ。モテると思うかよ。何を言うのかね。君はアメリカに折りたたみ椅子をもたらした男じゃないか。そんな先見の明がある男、女性がどうして放っておくものかコナーはどうなんだ、あんたみたいなやつが独り身なんて。俺はいい夫になれないさ。そんな時間もないし、まあいつかは。ドクターホワイトに呼ばれたんだ。びっくりしたよ。俺もプリューデンスもほっと一安心さ。村も大きくなりつつあるし、医者がいてくれてよかった。まったくだ。プリューデンスは元気だし、子供と一緒で満ち足りた様子だ。その上ここに住んでる人はみんな親切で優しいし、土地も豊かで肥えてる。ほんの少し前までこんな生活は夢でしかないと思ってたよコナー。人間なら誰もが持つ当然の権利さ。植民地にいる人全員が君と同じように考える日が来るといいな。でも先は長く苦しいぞ、間違いなくね。一緒にどうだい。いや、いい。ハンター坊やが生まれたあの日のことを思い出していたんだ。あの時ほどハラハラしたことはなかったよ。はっそれまでのことはほとんど覚えてないのに、泣き声が聞こえてから後のことは隅々まで覚えてるんだよ。ハンターのくしゃくしゃの顔、プリューデンスの目に浮かんだ涙、それに土や葉っぱの匂いまで何もかもだ。あの瞬間ほど嬉しかったことはないよ。大丈夫、全て順調だよ。